それでは本年度起業家万博最後の発表を進めてまいります。福岡ルビーコンテンツチャレンジセミナーで選抜されました株式会社ウェルモ様、事業プラン名はミルモシリーズ、社会資源管理システムの開発と構築です。それでは担当メンターの中島淳様から一言頂戴いたします。よろしくお願いいたします。再び中島です。加納さんどうも加納さん頑張ってください、ね、ちょっとなかなかバタバタしててお話できなかったんですけど、さっきの繰り返しになるんですけども、起業家の方が何をそのインサイトと思って、立ち上げるかということで言うと、多分今日お話しされると思うんで、プライベートのことももしかあるかもしれないので、私からは、ちょっと特にお話しませんけども、ものすごくですね、彼自身の問題意識からこの事業をやってるということをひしひしと感じてですね、採択したということが一つと、あと彼は実は東京 の大手の IT 系の備える、会社で勤務をされて、で、博多に戻って、いわゆるその、J ターン的な形で、地元で起業するっていう、非常にですね、ある意味このある地方からどんどん、あ、地元じゃないんだっけ地方に戻ってですね、起業するっていうところも含めて、こういう形でどんどんその地方からの起業で、特にですね、先ほど の札幌 の方もあったと思うんですけど、B2C ですとなかなかやっぱり東京中心の方がですね、いろんな顧客とかいろんな事業関係者が集積しているので、なんとか B2C ですと東京になりがちなんですけども、 B2B や B2B2C であれば、地方からの企業でもですね、特に ICT インターネットプラットフォームですとか、クラウドを活用することで、ビジネスになるんじゃないかということも強く思ってますので、そういった意味も込めてですね、応援したいなと思っていることで、応援させていただくことになりました。社会資源管理システムの開発と、こうやってすごい学会の論文みたいなタイトルなんですけどぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。それではご準備整いましたらお願いいたします。はい、ご紹介預かりました、株式会社ウェルモの加納と申します。一番初めですね、全体の概要は非常に福祉の現場に入り込んでですね、分かりにくい部分があったりするので2分、動画をご用意しております。その後5分ですね、事業を何で始めたのかですとか、こちらのところをお話しできればと思います。では一番初めですね、動画の方、ご視聴ください。すいません、少々お待ちください。2025年には人口の 30% 超が65歳以上になる日本、今持続可能な介護の必要性が謳われています。しかし現在の介護を取り巻く環境は、その膨大な情報量のために軸となるケアマネジャーをはじめ介護事業所、行政間でのスムーズな情報伝達が困難になっています。そのため何より利用者にとって最適な介護を見つけることが難しい現状があります。そこで私たちウェルモは介護の情報を見える化し、それぞれの立場で必要な情報を効率よく得ることで、利用者にぴったりな介護サービスを提供することができるサービス、ミルモの運営を始めました。ミルモとは何か、見てみることにしましょう。お母様の介護が必要になった伊藤さん、介護サービスを利用するためにインターネットで調べ始めました。介護情報サイトミルモプラスで、要望に沿った介護事業所の情報や介護に関する知識を得ることができ、利用者にぴったりな選択ができます。ケアマネジャーの長谷川さん、お母様の介護サービスを希望する伊藤さんに相談されました。介護情報支援ツールミルモタブレットを使って、膨大な情報の中から必要な情報のみをピックアップ、保険点数の計算も含めた
利用者にぴったりな介護方針を提案できます。一方、介護事業所を運営する中村さん、介護のプロのための施設業務支援ツールミルモプロを使って、その介護事業所の特徴や運営情報を効率的に発信し、利用者にぴったりなサービスの情報を提供できます。またその反応を分析することで、自分の介護事業所に合った情報発信の方法を検証することができるのです。加えて各行政団体は、私たちウェルモを介し、専門職の方々にぴったりな制度等を正確に幅広く提供することができます。これらのサービスをミルモと呼びます。さらにミルモが可能にすることは、介護情報の見える化だけではありません。すべての介護に関わる人々のつながりを深め、情報の共有を活性化させることで、利用者にぴったりな介護を実現するプラットフォームとしての役割を担います。私たちは福祉ビッグデータを蓄積・活用することによって、オープンで持続可能な介護の実現を目指しています。それは2025年、そしてその先の高齢化社会においても、幸せで活気にあふれた明日を目指す、私たちウェルモによる挑戦なのです。はい、ありがとうございました。で、こういった、まあ、ビジネス今やらせてもらってまして、ちょっと一番初めに自己紹介させていただきたいと思います。私カノと申しまして、ちょっと先ほどご紹介ありましたが、大阪出身で東京で、仕事をしておりまして、でちょっとありましたが、ゆえんが実は福岡ありません。福岡にですね、引っ越しまして、あちらの方で会社を作りました。その当時は創業特区でもなくですね、なんで福岡なのってよく言われるんですけど、ちょっと今回時間がないので語らさせていただきます。で、もともとですね、東京の方で何やってたかっていうとですね、人事分野 の ERP のですね、導入コンサルをやっておりました。で、主に上場企業さん相手にずっとやらせてもらってまして、で今はちょっと講師等にも記載してるんですけども、福祉分野の方で、現場に入ってですね、いろいろ教えたりですとか、あともコンサルとしていろいろ伺ったり、自治体さんとご一緒させてもらったりということをさせてもらってます。で、なんでこんなことになっているのかというところのお話なんですけども、実は会社を前職東京で辞めましてですね、8ヶ月間ほど仙台から福岡までいろんなところ歩き回ってですね、インタビューしたりボランティアしたり、福祉の現場今どうなっているのかというのを見てきました。でそこでですね、気づいたのが、もう本当に大変そうな人がたくさんいるなと。利用者もご本人さんもですね、働いていらっしゃる方も運営者もですね、皆さん大変そうだと。でこれなんとかならんかなというところで思ったんですけど、一つ分かりやすい例とこの数字があります。何かというと、ちょっと身近なんですけどですね、東京都内の介護事業所数今9031ということで、例えばこの品川の駅からですね、3、4キロ範囲でピンで落とすとですね、数百個ぐらい介護事業所出てきます。ということはですね、もうコンビニ選ぶよりも大変なことになっちゃってるので、何が違うのという世界になってます。でいわゆるどうなるかというと、ご家族ですとかご本人さんがですね、福祉サービス緊急事態でおばあちゃん入らないといけないという時に、いわゆる仕事しながら探すのが本当に大変な状態になっているというのに、今回気づいてですね、もうちょっとこう選べるような形できないかなというのが元々の発端です。で具体的にですね、どんなことかというと、例えば飲食店とかですね、賃貸であればこうお店とか物件どこにあってとか、じゃあ値段いくらでとか、サービスメニューどうなのって分かるんですけど、介護業界なんとびっくりですね、施設が多すぎて何が違うのか分からなくて、しかも問い合わせしても値段もですね、ふわっとされていると、後で請求したら 2,3 万ずれてましたがザラにあるというの業界なので、もうちょっとこのしっかりできないかなというところを思いました。で、分かりやすく言うとですね、いわゆるもう卵でさえも時価みたいな、いうこんなお寿司屋さんがあったら結構びっくりだと思うんですけど、オール時価のお寿司屋さんみたいな業界になってます。でこれをですね、なんとかならんかなということを思ってですね、見てみると、皆さんおかげさまでみんなもやもやしてる、全部時価ですって言われたら、3問くださいいくらですかから始まるみたいな、そんな世界なので、もうちょっとこの皆さん調べるときとかですね、専門職でさえもやっぱり知ってるところと知ってないところいっぱいあるので、ここをみんなつなげたいなというのを思った次第です。で今回今仕組みとしてですね、ケアマネさんという福祉の分野のキーマンを対象に今システムを作らせてもらってまして、どんな仕事かっていうと、ケアマネさんはちょっと法律上規定されてまして、老人ホームとかですね、いろんなところのご紹介してご家族さんの案内するんですけども、これ簡単に言うんですけど、実はすごいややこしくですね、厚生労働省さんざーっと区分けしちゃったせいで18区分ぐらいある上に、老人ホーム系でも3区分まざ分かれてると、もう何言ってるかわからんみたいな家族からするとですね、いう形になるので、これもうちょっときれいにできないかなということで、今回3つのシステムですね、ポータル系のところ
ところと、まあ、クラウドのシステム、タブレット、これが全部まあ同期してつながっているような形になっております。でこれポイントなんですけど、介護所さんですね、こんだけケアマルさんもいるので営業がすごい大変だということで、いわゆる福祉分野のセールスフォース的なクラウドのシステムをご提供しています。で逆にケアマルさんからするとタイムリーに事業所の空室状況ですとか、もろもろあの介護保険の計算等できるので、ご家族さんにまあ非常に話をしやすいと、で自分自身でも調べることができますよというのが、まあ利用者さん向けのこの3点成り立っています。でどういった形になっているかと、で調べるだけだとですね、なかなかマネタイズが厳しいなというのも、あのやはり介護現場なかなかお金がないのもよく分かってたので、どうやってたかというとですね、まあ、CRM ということで今介護所さんにお達しして月額6000円ほど課金をして、逆に情報を選ぶ側のケアマネさんですね、こちらの方には無償で提供しております。で真ん中でデータを貯めてですね、いわゆる何したいかというと、まあ、介護市場のデータ分析ですとか、まあ、なかなかやっぱり見にくい情報が多いので、まあ、そういうところをですね、あの介護事業所の方にお渡しして経営の助けをできればなと、あとは営業支援ということでケアマネさんのですね、営業動向の見える化をしていけばいいのかなということで、こういったシステムになっています。で、まあ、いわゆるデータを集めていてですね、まあ、あのなかなかアナログカルチャーで聞いてみて初めて分かるとか、噂で意思決定するみたいな業界なので、まあ、これも少し見える化してですね、政策立案にまで使っていただければ一番いいのかなと。どうしても介護保険今 8.7 兆円からですね、25年21兆円まで伸びますよと、毎年1兆円伸びるんですけど、もうちょっとこの税金の有効活用等ですね、できればいいなというところを思っています。で、まあ、こんな形でですね、介護に関わる全ての人が必要な情報を見つけるようにしたいなというビジョンをかけて会社を今やって、やっと2年ぐらい経ちました。で実際12ヶ月システムできてからですね、リリースしまして、今タブレットの方で言うと 94% の行政さんの窓口と、まあ、ケアマルさん 58% シェア、あとはですね、クラウドのシステムが 27% シェアというふうな形になってます。あとはちょっといろいろ NTT さんからですね、賞をいただいたり、もろもろ福岡の方でもお世話になったりというふうな状況で、あとはまあクローズアップ現代等ですね、ちょっとメディアの方も力入れながらこの課題いろいろ広めていければなと思ってます。そんな形で、こういった形でやってるような会社になります。ちょっとビジネスモデル等ですね、もろもろあとはあの質問していただければいろいろお答えできるかなと思いますので、聞いてみてください。すみません、ちょっと時間の兼ね合いで事業のご紹介が以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。加納さん、ありがとうございました。ご質問ございますか。はい、田島さん、よろしくお願いします。あ、すみません、あの一点お聞きしたいんですけども、はい、いわゆるその、まあ、マーケティングというかですね、まあ、このビジネス拡大させていく上で、まあ、あの福岡だけじゃなくて、まあ、全国に広げていく上でどういうふうなやり方をしていくのかなって、その辺もし何かアイデアあれば教えてください。はい、でですね、これ業界の特色上ですね、あ、なかなかやっぱりアナログ業界なので、ネットをベースに拡散するということがほとんどできないということがよく分かってたので、今どうやってるかというと、基本的にはですね、いろんな介護助手が集まる会ですとか、あとまあ地域ごとで勉強会があったりするので、そういったところにあの、まあ、細かくですね入り込んでいって、そこで広めてもらっているというふうな形してると。でもう一つが、うちちょうど今福岡市さんと一部ですね、オープンデータの関係ですとか、あとはあの細かい介護保険のですね、条例レベルのものいうところを、うちの方に著作権いただきまして、現場の方に流しているという形で、ちょっとバックアップですね、信用の担保していただいているので、やはりその規制当局というかですね、あの監査元だったりするので、介護乗車どちらかというと利用者というか、やはり行政さんを目指して仕事するようなやはりカルチャーがあったりするので、行政のちょっとバックアップをいただきながら、あとは勉強会等で有機的にですね、ネットワークを張って広げているという形なので、一番初めにですね、行政さん他のところにまず回りていきながらですね、まずは行政連携を固めた上で下ろしていくというふうな形で進めてというふうなイメージです。ありがとうございます。はい、じゃあせっかくの機会ですので、ビジネスモデルをやっぱりちょっとお聞きしたいんですけども、はい、どういうユーザーにどういうふうに利用してもらって、誰がベネフィットを得て、その結果どういうお金の回転するかというところですね。はい、で簡単に言うとですね、データベンダーとしての価値が主軸になるかなと思います。で一つはですね、こういった形で、介護の情報をですね、今タブレットですとかクラウドのシステムを使って集めています。で実際介護事業所の方から今 27% シェアですね、福岡市内でこの1年間いただきまして、月額は6000円ほど課金をしております。でこれがまあ1点収益の源泉にはなるんですけども、こちらの方でやっぱ儲けるのは限界があるなというところで、この集まったデータの方をいわゆるまあ集計分析等をかけてですね、いわゆるその今シンクタンクさんが調査系の方ですね、予算使われてやったらというか、あとは行政機関のですね、もろもろモデル事業の
関係とかからデータを使っていただいたり、あとはですね、メーカーさんのですね、R&D 関係から、いわゆるどういったリハビリ機材を作ると稼働率にインパクトがあったのかとかいう細かい情報が欲しいということで、うちのこの介護事業所の情報で非常に細やかで170項目近く、輪切りにしているので、そういったところで分析していくと稼働率 の相関がどういったところにあったのかと、あとはどういうサービスが流行っていてされていたのかというのが分かるので、いわゆる金融機関の融資に関しても同じような形で経営の、アドバイスですとか、あとは中間の融資のところのアドバイザリーですとか、初期のですね、融資審査等にこのデータ活用していただいたりということで、このデータ自体はいろんなところで使っていただくというところが主軸になっていく。で、実際はちょっと NTT さんから賞をいただいた時の内容自体はやはり金融機関向けの融資審査でこういったデータを使いたいといったところで、もともとお話が銀行さん、地銀さんからですね、あって、でそこからちょっと連携して作りましょうということで、うちはデータを提供して、あとはインターフェース等ですね、その業界ごとで合わせて作り込みをしていただければいいのかなというふうなビジネスモデルで、情報を集めるところでまずクラウドのシステムを作って、でその後そのデータを提供していくという2段階ですね、こういったビジネスモデルになっています。介護業界、先ほどあった通り、年間1兆円ずつぐらいですね、費用が増えているということで、もう国家予算の3分の1ぐらい介護費用という日本のすごい国なんですけども、従来やっぱりどうしてもサービス提供側の話をどうしようかって話が多かったんですけど、これやっぱりもう少し観点を変えてですね、着眼点が非常に良いと思いますね。このビッグデータという言葉を使ってですね、もう少し提供する側が少し多様化してですね、いいぜひサービスにしてほしいとかですね、頑張ってください。はい、ありがとうございます。他にはございますか。大丈夫ですか。でマイクロソフトのまた春日さんに聞いてみようかな。なんか別な仕事やってたってことないですね。大丈夫ですね。はい。そうですね。はい。見える化というキーワードって、介護に限らずそのさまざまな課題といえばいいんですかね、問題に対してよくそのソリューションとして出てくるキーワードなんですが、決定的にそれを解決したソリューションといいますか、何かものってなかなか実際は現段階ではないというのが現状じゃないかなと思ってます。ということはおそらくどこかしらにその解決できていないのか、その糸口を捉えられていないのか、いろんな理由が考えられると思うんですけれども、おそらくそれをこう見つけ出して具体的にご提案をきちんとできるかどうかが、おそらくこのサービスをが本当にこう稼働していくかどうかの、肝と言いますかポイントになるんじゃないかなと思ってプレゼンの方を拝見してました。でそれは何なのか、お前はどう考えるんだって言われると実は答えがないんですけれども、そこが今後これを進めていく上でのその見える化というキーワードを実際に具体化する上での、本当に、ポイントになると思いますので、そこのところをぜひどんどん突き詰めていっていただければなと、思います。はい、ありがとうございます。おしまいですか。加納さんだけ、はい、加納さん、ですね、ちょっと見える化の時のキーは何かというふうな趣旨なんですけども、今回ですね、一番僕が今挑戦していることが、やはりアナログカルチャーだとデータがすごい取りにくいんですね。でいわゆるファックスで送り合ったりっていうのが基本だったり、あとはもう電話問い合わせしてその場で終わってたり、ログが残んないんですね。そうなるといろんな人の行動履歴ですとか、何をもって選択したのかというのが見えないというのがやはり一番大きいところなので、どういったこの入り込み方をして彼の業務の中で自然な形で情報を集めるかといったところに一番重きを置いてですね、今回インセンティブの設計ですね、どういった形で情報をこう出したくなるかといったところに一番重きを置いて、現場で走り回りながらですね、やっぱりこの空気質情報入れるの面倒くさいとかですね、結構いろいろやっぱ言われるので、それに対して今回やはり営業が大変だと、いわゆる事業所数が非常に増えていって、彼としてはやはり営業チラシ配りがすごい大変なので情報発信はしたいんですという話があったので、じゃあそこの先とつないであげようということで、ケアマネさんをつないでですね、インセンティブ設計したということで、今回初めてアナログでですねやられたところのコミュニケーションが一部デジタル化して、今回誰がどんなことやってるかと、どういうお金が流れてるのかというのが少し分かってきたかなというふうな状態なので、やはりデータ集めるときに関してはですね、情報をこう出したくなるインセンティブ設計ですね、これが一番根幹になるんじゃないかなと。やはり取りに行こうと思って無理に取るにはいかないので、そういったところで自然の流れで乗せる感じはどうしたらいいかというのをやっていけばいいんじゃないかなと思って最近は挑戦しております。はい、時間ですね。はい、
野さんありがとうございます。最後のプレゼンテーター、狩野さんに拍手お願いします。ありがとうございました。